はい、占い君の素朴な疑問。はい、占い君ですね。はい、占い君って言っちゃった。まあ、取って変わろうとしてるんですよ。してないです。俺今日から売れない君だね。でね、はい、はい、まあ、昨日の続きなんですけど、昨日はね、不幸な人の特徴を先生にお聞きしたんですけど、逆に今日は幸せな、になる人、幸せになる人、そうですね、特徴、はい、で昨日も言ったんですけども、先天的な運の良し悪しみたいなのとは別にですね、これも行動がみすみす運を落としてるなっていう人が、昨日のね、不幸になる人の、特徴と、で今日は逆にこういうことをやってると、持ち運よりももっとこう底上げというか、いわゆる開運行動って言っちゃうとちょっとまた意味が変わっちゃうんだけども、こうやることによって、運の底上げできてるなっていうような行動、一般的なね、という話なんですけれども、よく、ポジティブにものを考えるといいよってのがあって、なんかその失敗とか不幸とか悪いものを一切目を背けて考えないようにして、いいことばっかり言って語ればいいよってあるんですけども、それはね、どうも見てると、そうそううまくいってるとは限らないというのが私の感覚です。で、結局心と頭っていうのをちょっと分けて考えてみたいんだけれども、頭って合理的にものを判断するところなわけですよ。だからこれがなんか今からやろうとしてることがどうも失敗しそうだぞっていう予想が立つとするじゃないですか、それは心じゃなくても合理的に判断して、これはだいぶ失敗確率高いぞっていう場合があります、それはそれとしてまず一遍受け入れること、でね、でも頑張ろうっていう方は、心の方はちゃんとこういうふうにポジティブにっていうのが大事なんですよ、で多くの場合そこを取り違えていて、自分に都合の悪い事実から一切目を背けることがポジティブだって思われちゃってるのね、でそれはポジティブでも何でもないんですよ。なるほどね。で、ということで判断は極めて合理的に、でもそれでもやる気失うとかじゃなくて、心はホットに熱くいこうよっていうのがポジティブなわけですよ。頭はクール、心はホット、これがやっぱりいいかなというふうになるわけなんですね。ああ、なるほどね、いいお話じゃないですかね。いや、だから僕ちょっとお聞きしたいのは、例えばこれから何かやるっていう感じじゃないですか、で、その例えば失敗したらとか、ダメな場合のことを考えて、ダメになったらどうしようっていう考え方あるんですか、それに対してね、いや最初からそんな考えしてどうすんだよ、ダメなことなんか考えないでいこうぜみたいな。ありますね。それで結構ポジティブっていう人たちが進めるやり方だよね。でも合理的な考えでいけば、ダメになった時どうするかっていう考えって一応あった方がいいってことですよね。そうです、そうです。考えとしてはね、そこに目をつぶってしまうことの方が弊害が大きいので、良くなったらこうする、ダメだったらこうするっていうのは考えることは全くもう良いことなわけですよ。ただその後が問題で、その時の失敗しそうな方にばっかり目がいってしまって、肝心の実力が発揮できないとかっていうのがマイナスだって言ってるんであって、最悪こう最高こうで、それでもとりあえず頑張るっていうのがポジティブだよって感覚になるわけですよね。でこれもう一つね、人間を信用するってところにもかかってくる話なんですけども、ポジティブな人は人間のいいところにこう目を向けて、悪いところに目を向けないってこういいことのように言われるんだけど、これはもう私の持論なんですが、人間は 100% いい人はいないっていうのがまず大前提で、 100% の悪人も多分いない。おで、いいとこと悪いところの比率が違うだけだと。だからすごくいい人が私にとっても親切にしてくれた時に、これを 100% 善意って思うところは問題だって考えるんですね、例えばこれは善意8割でやってくれてる、でも絶対これ利害2割入ってるよなっていうのを、まず今頭でクールに見るわけです。で見た時に、その後さっきと同じ話なんだけど、2割のその利害の方だけに目がいってしまって、だから所詮人間なんて汚いよって言うからネガティブなんですよ、8割2割を認めた上で、でも8割善意でやってくれたんだからありがたいよねって思うのがポジティブなんですよ。だからね、いい方に目を向けるっていう最後は同じなんだけど、その前提としてこの人 100% いい人とかって信じ込むことはかえって危険です。確かに絶対ね、足すくわれますよそれなるほどね。そうだからクールに分析して、ポジティブな方に目を向けて感謝できる心が本当のポジティブというものですよ、そしてそれが幸運になる人の行動ですよっていうふうになります。盲目的なのがいけないんです。なるほど、面白いとこ話
しいですね。今日深いこと言ってますね。はい。なんかね、面白いんじゃないですか。ね、昨日今日、ね。そうです。これちょっと心がけてみてください。はい。ちゃんと合理的に分析して、でも明るい方に向けてありがたいなって思う心と、これが大事なことでございます。はい。ありがとうございました。以上でございます。はい、教祖とお呼び。